ったしですね。あ、すごいですね、はい、いいところにつけました。その前の2番でちょっと当ててしまったのが、ちょっと惜しいですね、はい、5、6もまっすぐのラインで狙ってきてるんで、かなり攻めてますね。少し風も出てきたような感じですが、7番 S ターンで、はい、さあどうでしょう。ちょっとね、今日朝から天候がぐずついておりまして、はい、この時期の青森としては少し寒いかなという感じですが、やっぱ今日寒いんですよね、これ。今日寒いですね。10秒前、青森の方が寒いわけじゃないですよね。何をおっしゃいますか。バイトしていい感じじゃないですか。寒いな。ちょっとね、選手の皆さんももしかするとね、川の上で少し待ってる間体を冷やしてしまうかなという感じもありますが、次誰だっけ、村田選手発展しましたね、千葉県。彼も急成長の選手ですよね。そうですね、ジュニアのナショナルチームですよね。あ、今ちょっと3番ゲート落ちてしまいましたけど、寒さですかね。ちょっと風出てきましたね。そうですね、まあ、小倉くんの次は俊平。皆さん、1本目はちょっと様子を見てというところでしょうか。66番の小倉選手、7番きっちりフルアップできましたね。そうですね、はい、彼もジュニアのナショナルチームです。そうです、はい、ゴー4、3、2、1、ゴー。ゼッケンナンバー52番、東京都青梅市加納協会の上原孝則選手発展いたしました。こちらもジュニアのナショナルメンバーですね。はい、続きます。いいですね。上原選手は今年初めてのナショナルチーム入りですよね、はい、そうですね、はい、かなりかけてた量で、ますますここからね、期待できる。そうですよね、はい、7番ゲートは右からのルートを選択しました。あ、ちょっと当てちゃったのがもったいないかな。もしかしたら2本目ルート変更があるかもですが、ちょっと力入りましたね。すみません、入りましたが、ちょっと続けて、はい、いいですね、戻りますね、はい、最後まで続けてほしいですね。3、2、1、ゴー。さあ、佐藤俊平選手がやってまいりました。懐かしい期待の選手です。埼玉県ゼッケンナンバー35番、佐藤俊平選手です。久しぶりに体重が60キロ台に戻ったという。その、はい、ちょっと待ってください。戻ったっていうのは、はい、どっちの戻ったなんですかね。久しぶりに60キロ台に落としたってことですか。はい、ああなるほど。このレースに合わせてかけてきてますね。いいですね。あ、うまいですね。あ、いいですね。問題は最後まで持つか。そうですね、そこなんだ。おお、大丈夫かな。でも何があってもやっぱりそんなに動じないですよね。大崩れはしないですよね。動じない感じですよね。ただまだゴールまで長いですからね。そろそろ、いや、大きいですよ。大丈夫かな。何あってもこう簡単にリカバリーをしてしまいそうなね、そんなこうベテランの小通告が15番揺れてますよね。はい、ちょっとおかしな感じになってきましたね。ちょっと今2段階で前進しましたね。まあ1本目ですから、ちょっとね、2本目も期待しましょうか。さあ、こちらもベテラン選手です。94番の秋田康之選手ですね。秋田選手は頑張ってますよね。あ、カツル君ルートですね。そうですね、7番ゲート右からのエスト降りたらですね、右からのフルターンもあれば、Sターンもあれば、左からのフルもあれば、Sターンもあれば、なかなか絶妙な位置のステップですね。10秒前、まあ、少数派ではありますけれども、はい、何人かやっぱいましたね。4、3、2、1、ゴー。ゼッケンナンバー31番、福島県カヌー協会の杉原健二選手です。杉原選手も最近漕いでますね。そうですね、
自衛隊員として重原選手ですね、もう隊員さんじゃなくなっちゃったんですよ。はい、失礼しました。今地元でね、福島で頑張ってるみたいですよ。はい、彼もジュニアの頃はナショナルチーム、そうなんですよね、はい、海外経験もあるので、ずいぶん7番早い通過でしたね。7番ゲートもペナルティーはなさそうです。なかなかスムーズでいいんじゃないですかね。そうですね、だいぶこの辺になると皆さんタイムも上がってきてますよね。13番をどう進めるかが結構誰次は誰ぐらいの選手になると分かれてきます。そうですね、佐伯雄太郎選手発展いたしました。佐々木兄弟、駿河台大学カヌー部、佐伯雄太郎選手、まあ、地元は富山県ですからね。高見さんもずっと小さい頃から出てきてるんでしょうけれども、ね、まだ背伸びてますか。さすがにも止まったかな。嫌ですね、感じ悪いですね。なんかいやもったいないです。やっぱり体格にね恵まれました。そうですね、うん、これまでもの選手も速かったんですけど、ここからの選手はさらに一段ギアが上がるような感じですからね。そうですね、そうですね、ちょっと9番空回りしましたね。まあ、でもこれぐらい若い選手はガン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 攻めていってもらいたいですね。ただちょっと10秒前手こずったようには見えましたけれども、スピードはそこまで遅くないですね、はい、13番でまだ次の選手が発展してないってことは1スピードは上がってるんでしょうね。さあ吉田拓選手、この選手も大注目ですね。京都府のチームコンセプト、吉田拓選手から発展いたしました。来ますね、はい、来ますね。もうこの辺りの選手になりますとトップを取ってもね、そうですね、もうミスをしないのは当たり前な感じで、まあ、どこまで攻めて取れるかという勝負になってきますね。本当に1パドルでものすごい進みますよね。そうですね、結構落ち着いてますね。結構そうですね、ラインですか。さんで、はい、ちょっと9番はそうです、ね、ラストに戻ったかなという感じがしますけど、それでもこれまでの選手の中では一番速いタイムを出す。3、2、おっと、ゴー。さあ佐々木優選手です。秋田県エルクジャパンの佐々木優選手発展いたしました。さあ佐々木優選手ちょっと注目してください。今年かなり調子いいんですよ、優選手。そうですね、ジャパンカップ2つぐらい勝ってます。そうですね、前回かな、お兄ちゃんにも勝ってっていう、はい、時もありましたし、しかも本当にちっちゃい頃からこの川乗ってるんで、早いよ、どこにゲートがあろうが、ね、ゲートの中で加速しましたよね今。もう、あーいいですね、これ早いな。俺の進むところにゲートが立ってんだろうみたいな感じですよ。もう10秒前、もともとボートのこうコントロールには定評がありますし、この頃も多分相性はいいと思うので、上位にね食い込んでくるのは間違いないですけどね。いい攻撃ですね。さあそして佐々木翼選手です。さあ間もなく3番ゲート、もうぴったしですね。ちょっとギリギリすぎいったかな。どうでしたかね。ギリギリ攻めていくところがヒヤッとするんですけど気持ちいいですよね。そうですね、あれぐらいやってくると、はい、この兄弟はすごいな。1本目だろうが2本目だろうが様子見ってことがないんですよ、いつもとにかくもう全力で飛ばすっていうね。兄弟でものすごい争いをしてますね。本当ですね、やばい。だいたい白神カップでは佐々木兄弟がワンツーっていう時代が長かったので、この小木は納得です。そうですよね、こんな感じだと今翼くんの方が早いんじゃないかな。そうですね、タイム的には早い感じがしますね。
さあそして36番のゼッケンは後藤純一選手です。後藤選手が発定しました。